セーターの T シャツのデザイン考える配信しようかなってか、なんなら明日60分枠があるんですよ。え、ねえ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 、明日のさ、イベントのさ、スケジュールのメール届いてない？もしかして。え、届かなくなった？それ先に言ってよ。昨日も送った、昨日は送った、さっき送ったよ。せなナミーさん、かわいい塾ありがとうございます。あ、わかった、あの画像が正解です。あれだ、お休みメール間違えたんだ多分。5時半って書いちゃった気がする。あれ5時半あ5時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 です、ごめんなさい間違えた。あのね、昨日の時点では5時半からスタートにしてたんだけど、そう、今日一つ枠を増やしたから5時からになったんだった。やばいやばい、こんがらがってた。5時です、明日5時からです。ごめんね、間違えた、おやすみメール。そうです、うん、何色か。てか公演スケジュール出たね。ドラ明け1回あります。2回公演しかも。来てください、来てください、絶対に絶対にではないけど、まあ来てください。その日予定あるの？でももう一日発表されてるじゃん、あの11月26日これも2回公演、これ2回公演なの？土曜日だから2回公演か、だって2回公演でね、だって昼公演が発表されてるのに2回公演か。この日も出ますね。てか私はもうほぼ確実にあの出ます、全部あのポジション的にポジション的にさっきさん舞台だったりとかなので、私基本的にいます。しんさんお疲れ、10個ありがとうございます。ドラッグ行きたい、来て来てよ、頑張るから来て、頑張るから、まだ何もやってないけど高政さん、アイス10個ありがとうございます。アイスってどうやってやってたっけ、そっちは泣いてると。お、では来れるのでは、温めとこうと思う。優しい、温めてくれんの。どっちも予定ある、だって。なんとかしてよ、19か26が来てほしいな、どっちでもいいよ。でも19の昼が、19の昼が一番あれじゃない、一番来てほしいかも。なんだったらセリフだって、セリフ回ってくるかな、私19どうなんだろう。でもなんか違う、いや嬉しいけど、回ってくるのは嬉しいけど、なんかいっぱいいっぱいになっちゃいそうなので怖いんだけど、全部やん、じゃあもうもはやって感じドラゴン Z かっこいい10個ありがとうございます。ワンチェン着る？着てね。T
DMM 限定ヒカルンさんいるってことは、おっおっとおっとっと、うん、コウタさん、クマタワーありがとうございます。おっとっと、頑張ります頑張ります頑張りますって、ちょっととりあえず今はちょっとショールームに集中させてもらって、なんかこんなこと言ってるとさ、もう勉強いつしたらいいのみたいな、私さそんな器用じゃないからさできないし、やる気スイッチもさそんなにすぐ押せる人じゃないからダメダメですね、もう今。ありがとうございます。てかさ、すっぴんなのにさ、もうちょっとフィルターのさ、こうした方がいい感じだよ。ありがとうございます。もう一頑張れそうだね。しょうちゃんタコ10個ありがとうございます。アーニャアーニャアーニャ可愛いよね。私スパイファミリーね、うまい見始めたの。かわいいやーにゃって思いながら見てる。この枠で3周できるように調整してきた。ありがとう、嬉しい。調節してくれて。今日早く寝るだって。うん、もう今めっちゃ眠いから、この枠が終わって歯磨きして寝ます。寝れるかな寝れるかな。みんなもなんか無理はしないでください。なんかね、明日の朝は2週だけだけどとかでも全然嬉しいのでねプリンタコ10個ありがとうございます。ありがとうございます。目覚ましセットしたりとか、目覚ましとあのステボシとかのお知らせアラームセット。さとまささん尊い10個ありがとうございます。アッシーさんタコ10個ありがとうございます。みんなもう眠いですか？ねえ、なんかそう、膝蚊に刺されたみたいになってんだけど、今蚊いる？ポツってなってる。ちょっと痒い、でもちょっと痛いみたいな。やだん。吉光ちゃんさんお疲れ10個ありがとうございます。
ドラゴンジェット、クマタワー、ありがとうございます。今日ずっと眠いだって。寝た？今日。ありがとうございます。思いを馳せてる。ね、私さ、家にいるとすっごい眠く、すぐ眠くなっちゃうんだよね。だからすごい眠くならない人。予定あったかまで出る。なるほどね。予定あったらそっちに集中してるときは眠くないけど、なんか移動時間とかが眠くなっちゃう。お昼寝したから眠くない。いいね、お昼寝。お疲れ様だって、ありがとう。眠気覚ます秘訣だって。それ私が知りたい。私家にいるとすぐ眠くなる。もう何回言ってんのこれ。びっくりした、自分でも。え、リピートしてる私。怖い、頭働いてる。怖い、今びっくりしちゃった自分で。同じこと言っちゃっててごめんね、ほんと。きっちゃんさん、タコ10個ありがとうございます。昨日ヤクルト1000飲んで寝たらいつもよりよく寝れた気がする。すごいじゃん。私ヤクルト1000飲んでも全然何も買わなかった。ヤクルト1000を何日か連続で飲んでたんだけど全然何も買わなかった。高政さん、ポーションありがとうございます。ね、そうなんだよ。なんかさ、座ってたドラマとかの動画を見てても眠くなっちゃうんですよ。座ってても眠くなるからね。立ってなきゃいけないじゃん。だったら立てってね、本当に何これプチってなっててかゆいんだけど。美和さん、タコ10個ありがとうございます。あと5分、あと5分じゃない、あと6分、あと6分ぐらいで切れちゃいます、配信がね。配信が切れちゃいます。夢見ることは違う、大人はそう言うけど、夢見る環境はどうじゃない。レインボースターいっぱいありがとう。6分で背中だっけ。おいこらーって言って、なんでやねん、なんでやねんって感じ。寝れない時でもセナタの配信流してたら10分以内に寝つける。ほらね、ほらね、それ褒めてないんだよ、だから。いじってんのよ、もはや。もうそれは眠くなるって。セナタの電池も切れます。そうです、セナタの電池も切れます。
でも今日前髪切ったからもう前髪切るとかもう何にもしなくていい。明日は家を出るまでもう何にもしなくていい。なんなら何にもしなくていいわけではないけど、メイクとか髪の毛を、アイロンするとか、画面見てた方めっちゃびっくりした。確かに嫌なことあっても笑顔でララ嬉しいことを言ってくれるじゃないのなんでなんでよ、嫌だ。配信中に 寝たら寂しいじゃん。だって今日毎回も切った。一緒一緒だね。おそろち、きっちゃんさん、かわいい10個ありがとうございます。なおとさん、くまたわーありがとうございます。ありがとう、くまたわありがとう。あ、配信中大丈夫なのね。なんだ、じゃあいいよ、じゃあいいよ。それならそれなら便利だよ。だって寝つけないときだって後ろ配信も過去の配信流してれば寝れちゃうんでしょ。それはよかったそれはよかったよかった。ありがとうございます。あ、ハップになりました。じゃランキング読まないとね。あと2分ちょいで2分1分ちょいできる。13位アッシーさん、12位キッチャンさん、11位プリン、10位モンさん、9位シンさん、8位ヨシミツさん、7位タカマサさん、6位ビュアさん、5位ナミンさん、4位ショウちゃん、3位ノートさん、2位コウタさん、1位ドラゴン Z です。ありがとうございます。タカマサさん、タコ10個ありがとうございます。皆さん明日は朝5時からなのでちょっと早いんですけど、一緒にね、ちょっと星集めとかは大変だと思うので、まあ配信の時までに起きててくれたら私も嬉しいですね。5時には配信始めるので一緒に5時に起きましょう、みんなありがとうございました。今日も見てくれて、まだ多分切れないと思うんだよね。お疲れ様でした、バイバーイって言っといてちょっと話しとこういきなり切れるかもしれない。そしたら明日は1時間の枠があるので、今のところカラオケ配信しようかなっていう気持ちです。そう、意外と切れそうなのに、昨日はね全然切れなくて、今日は1分12分残ってたのよ、余ってたから3時間までに。だから11分30秒あたりで切れると予想しているけど、それで切れなかったらあれだな、私自分で切るかな。ね、なんかさ、いろんなところが痒いんだけど、え、虫？何？怖いよ。生えてもんだ、あら分かんない。今のところなんか生誕T考える配信になっちゃなるかもしれないし、なんか今のところカラオケです。でも ありがとうございました、ありがとうございました。乾燥肌、あ、そういうこと。確かに乾燥する時期だもんね。今どんぐらいだろう。